安城市総合運動公園は愛知県安城市にある公園である。公園分類は運動公園。安城市体育館や安城市スポーツセンター、安城市陸上競技場、安城市野球場、安城市テニスコート、安城市総合運動公園ソフトボール場などを有する。名古屋鉄道名鉄西尾線の線路を挟んで西側と東側に分かれており、東西の敷地は 地下通路で結ばれている。最寄り駅は北安城駅であり、公園までは徒歩12分。公園東端を愛知県道288号豊田安城自転車道線が通っている。公園西端には安城市中部公民館がある。愛知青年市販学校の石踏みと名古屋大学農学部の石踏み1951年以前のこの地には 愛知青年市範学校があり、野球場西側には新徳修行の地の石踏みが混流されている。戦前の壁海軍安城町は日本デンマークと呼ばれた農業先進地であり、名古屋大学農学部を熱心に誘致した。このため、1951年から1966年までのこの地には名古屋大学安城キャンパスがあり、安城キャンパスには 農学部の施設があった。農学部第1回卒業生の卒業50周年、祝賀会が契機となり、2006年には野球場西側に名古屋大学農学部創設発展跡地の日が、建立されている。陸上競技場は1966年12月16日に、野球場は1969年3月31日に、 テニスコートは1971年9月30日にそれぞれ完成している。1972年1月には安城市総合運動公園の整備が完了した。1979年1月21日には公園内に安城市体育館が開館した。1980年4月には大相撲安城場所が開催され、記念に屋外に土俵が寄付された。 9月には上屋を設置し、10月7日に相撲場が完成した。2年後の国体に向けて、1992年には安城市体育館が改修された。1994年10月29日から11月3日まで行われた第49回国民体育大会では、安城市総合運動公園でソフトボール競技少年女子とバスケットボール競技少年女子が開催された。 2001年には安城市スポーツセンターが竣工した。2017年6月から2018年3月には安城市体育館が大規模改修された。安城市スポーツセンターは2019年度から改修工事が行われる予定である。ありがとうございます。